岩岡特米12月3日から1965年12月10日は日本の政治家。青森県八戸市の9代目から11代目市長。八戸市の新産業都市への指定、八戸工業高等専門学校の誘致に尽力した。八戸町6日町の醤油製造業の家に生まれる。当派は立憲声優会に属し、奥南派の自らが主導して、 政治団体、八戸青年声優連盟を結成した。1933年に八戸市議会議員に初当選し、1947年には八戸市議会議長を務める。1953年に八戸市長に当選。その後市長を3期務め、1965年に心不全のため死去する。八戸市の38条公園には、 岩岡の銅像が建てられている。市長時代は、ハイパーインフレーションに合わせた財政再建が課題となり、市政改革に取り組んだ。八戸市の新産業都市への指定や八戸工業高等専門学校の誘致にも尽力し、八戸市の工業発展へのきっかけを作った。また、八戸市学生寮の改良にも携わった。岩岡は金銭に関しては、 非常に厳しい人間であった。当時国へ陳情するときに同行した秋山さつき次郎の回想によれば、陳情に向かう列車の座席は、八戸市が極度の財政難であったこともあり、常に三等者であった。出張での昼食も決まって、ラーメンだったという。ありがとうございます。